星から出るのに、その子は渡り鳥を使ったんだと思う。出る日の朝、自分の星の片付けをした。火のついた火山のすすを丁寧に払った。そこには二つ火のついた火山があって、朝ごはんを温めるのにちょうどよかった。それと火の消えた火山も一つあったんだけど、その子が言うには、万が一のためにその火の消えた火山も同じようにすすを払った。しっかりすすを払えば、火山の火もドカンとならずにチロチロと長続きする。ドカンといっても煙突から火が出たぐらいの火なんだけど、もちろん僕らの世界では僕らはあんまりちっぽけなので、火山のすす払いなんてできない。だから僕らにとって火山ってのは随分厄介なことをする。それからこの王子くんはちょっと寂しそうにバオバブの芽を引っこ抜いた。これが最後、もう絶対に帰ってこないんだって。こういう毎日決めてやってたことが、この朝にはずっとずっと愛おしく思えた。最後にもう一度だけ花に水をやってガラスの覆いをかぶせようとした時、その子は不意に泣きたくなってきた。さようならってその子は花に言った。でも花は何も返さなかった。さようならってもう一度言った。花はえへんとやったけど、病気のせいではなかった。私バカねとなんとか花が言った。許してね、お幸せに。突っかかってこなかったので、その子はびっくりした。ガラスの覆いを持ったままおろおろとその場に立ち尽くした。どうして穏やかで優しいのかわからなかった。好きなのと花は言った。君がそのことわかんないのは私のせい。どうでもいいか。でも君も私と同じでバカ。お幸せに。覆いはそのままにしといて。もうそれだけでいい。でも風が。そんなにひどい病気じゃないの。夜ひんやりした空気に当たればよくなると思う。あたし花だから。でも虫は？毛虫の一匹や二匹我慢しなくちゃ。蝶々と仲良くなるんだから。すごく綺麗なんだってね。そうでもしないとここには誰も来ないし、遠くだしね、君は。大きな虫でも怖くない。私には爪があるから。花は無邪気に四つのトゲを見せた。それからこう言った。そんなグズグズしないで、イライラしちゃう。行くって決めたんなら、ほら。なぜなら、花は自分の泣き顔を見られたくなかったんだ。花って、弱みを見せたくないものだから。